中のブルチャンネルはい、えー、この間の続きとなりますけども怖かった先輩ベスト3の今回はベスト2ですそれでは第2じゃじゃんダンブ松本さんです <laughs> 師匠ですね私の悪役に誘ってくれて互角同盟のドンで、えー、ダ,ダンプさんが互角ナンバーワンそして私があの 後ににナンバー2にならしていただいたただんですけどもやっぱりダンプさんは怖いですよねもう全てを教えてくれた先輩なので私がベビーフェイスから悪役になるこうしっかりとなるまでの間がすごく怖かったしも,もちろん悪役になった後もずっと怖かったですけども、えー、今でも電話でもまあ ももしもしおはようございますみたいな感じで <laughs> ビビってしまう先輩ですお会いすするとね余計にそうなんですけどでもすごくあのダンプさんのもともとの本当の人間性というか性格が優しくて明るくて楽しくてすごい気遣いしい出回りを楽しませようっていう方なんで今は特にですけどね一回引退されてまた,復,活したんです復帰されたんですけどもあのやっぱし 1一度目の,その、まあ、クラシックアイルズ極悪同盟の時代はもうあのバリバリダンプさんも若かったんで、えー、多分20代ですよねだからもう本当にピリピリしててダンプさんも極悪同盟としてかけてこれが最後のチャンスみたいな感じでかけていたのですごく毎日がピリピリしていて1個でもミスがあるともうあのすごい怖かったですね。もう昔だっったんでやっぱし私もも、まあ、他の新人とか後輩も こう殴られないとわかんない子たちばかしだったんで南畝さんは本当に心を鬼にして殴っていただいたと思うんでありがとうございますあのそのおかげがあってあのちょっと強くな,ったなれたっていうかね、えー、まず何が怖いって言ったらもう,あのもうとにかくプロなんでプロ中のプロで。 ダンプさん自体はさんんはっっき言たたみたいなな性格なんですよ明るくてあのみんなを盛り上げようっていう感じなんだけどもいったんもう「ダンプ×本」になっちゃうとあの本当に悪役に徹するためにもう無理やりダンプさんの場合は余計にですねもう無理やり悪役になってるなるんだっていう感じだったからあのちょっとでも笑っちゃダメだとか。 あと握手しちゃいけないサインしちゃいけないとかいろんな,なんつうのダン,、ね、ンプさんが決めたおきての中で一個だけ面白いのがあったんだけどそれはこそこそ話をしちゃいけないっていう <laughs> あの内緒話をしちゃいけないっていうのがあってで内緒話をするとねってもしも自分のことを言われてなくてもこうやって誰かがこうやってやってると自分のことを言ってるんじゃないかっていうふうにあの気にしちゃうからあのやっちゃいけないんだよって言ってて。 まあ、その時は私も若かったんであそうなのかなって思ったんですけど今思ったらあもしかしたら内緒話をされてたことがあったんじゃないかなと思ってダンプさんがだからあそれでその嫌な思いをしたからあの後輩たちにはそういう思いをさせたくないからあのみんなも自分の後輩にはやらせないっていうふうにそういうふうに掟を作ったんじゃないかなと思うんですけどもいろんななんかちょっとお面白かったですねダンプさん的にはなんかちょっとプロレスっぽくないいろんな決め事を決めるっていうのもあって。 たりして、まあ、お酒を教えてもらったのもダンプさんなんですね。まあ、それも怖かったんですよ。私、十九歳で、あの、中学卒業して入ってますから。やっぱみんな若いし、お酒の飲み方もわかんないし。あの、飲んだこともなかったんですけども、あったか。<laughs> ないんですけど <laughs>。 だけどあのなもう無理やりなんです、ね、やっぱ昔の,そのバブルの本当にバブル絶長期の時ですから今だったら多分ビール生ビールとかあの焼酎とかなんですけどその時はもう絶対にヘネシーヘネシーをアイスなんていうの入れ物。 アイスが入っているもの物にヘンシバーって入れてそれを生け飲むかそれか回していくみたいな感じの飲み方がもう主流だったんですけどもダンプさんもヘネシー多分ダンプさん大嫌いだったはずなんですよ。特にそういう飲み方してるから嫌いなはずなんだけどまあなんかそれをやるのがなんか当たり前みたいな感じになってて駆けつけみたいな感じで。 もうそれを飲んで起きてじゃないんだけどダンプさんがいる時には必ず何かビニール袋コンビニの今でもら,、まあ、もらえないかもらえない買うビニール袋を耳にこう下げてて <laughs> でダンプさん筆頭に耳に、まあ、ダンプさんもたまに耳に下げててで飲むんだけどもあのもう吐いてまで飲めみたいな感じだったんですねもう究極まで行ってたからでそれをこうぶれ下げながら。 飲んで気持ちよかったらわざわざトイレに行って吐くんじゃなくてそこで吐くみたいなでそうぶら下げたまんままた飲むみたいなええー、また吐くみたいな <laughs> なんかそういう試合でなんか私てかまあダンプさんがいて私がいて影カウルとかいろいろあの後輩いますけどダンプさん以外ほとんどみんなあのビニール袋ぶぶら下げてる連中がこんなこんななって悪役ですよ <laughs> みんな試合終わってからダンプさんに連れられて一気に捨てていただくんですけどもあのビビビニール袋ぶら下げてまあここに溜まってる人もいるし。 そんなあのとにかくあのダンプさんの独断上でずっと極悪同盟はあの成り立っていたもんようなもんなんで、まあ、とにかくダンプさんの言う通りにでそれをピシッとやらないとでまたダンプさんもあ,のあんだけ後輩が8人ぐらいいたのかなダンプさんの後輩私を含めてその全部全てをもう全部把握してますからね。全部見ててで自分の試合を 今日はこういう風にするんだっていうイメージが湧いたらこうしてこうしてこうなった後にこうするじゃあお前はその時にこうだお前はこうだってこう全部ダムさんに指示されてそれをダムさんもちゃんと覚えててで私たちはその八個のうちの一個覚えておけばいいだけなのにまたそれも忘れちゃったりとかする時あるんですよその試合があまりにも壮絶すぎてあ大変だ大変だって言いながらの自分の出番みたいな感じだからあっ,っていうその 一瞬でも一秒でも遅れたらもうその試合がこう間が悪くなっちゃうんでその間をすごく大事にする人だったからあの一秒でも遅れたら例えばダムさんがあの相手を捕まえて髪のラを見てバーンって投げた袋だーって言った時に袋だーっていうのは袋叩きにするってことなんですねこっちの袋じゃないのよ <laughs> 飲んでる時にビール袋の袋で全然そんな関係ない <laughs> そいきなりビール袋持ってこいで剥かせろなんて試合中騒動しないんだからそういうんじゃなくてあの バーンって投げて「袋だ!」って言ったら「袋叩きだ!」っつうんで四方全部からバーって8人がリングの中に上がってそいつを袋叩きにするわけです蹴っ飛ばすわけですね。でそれれの袋だっていいう合図でで一瞬でも遅れやつがいたたがら その袋だがはけた後にその遅れたやつをダンプさんが捕まえて袋だっつって自分のセコンドをまたセコンドに袋にさせるんですよ。それぐらい袋へ行って袋にされちゃうっていうあの怖さもあります。もうとにかく一秒でも本当一瞬でも遅れたら大変なことになっちゃうんでもうピリピリなんですよ。ピリピリで本当にもうあの緊張のもう 一番もう最前線まで行ってるのにもかかわらず普通だったらそこまで行ったらもう普通痩せるんですけど極悪同盟全員太ってましたね <laughs> ちゃんとちゃんと大丈夫でしたそれはもうちゃんとダンプさんがご飯も食べさせてくれたし。 やっっぱりあの昔の先輩ってねやっぱ言うだけじゃないですよね言ったらちゃんとご飯も食べろみたいなすごく優しいところもあったしまあもちろん怖いのもあるけども優しいところの,そのリカバリーっていうかそういうのはすごくしっかりして,て今のなんか先輩ってあの後輩と飲みに行ってもしも説教とか自分のアクタりつきたいんだったらおごれっつうんですよねそれがおごんないのになんか自分が先輩だとかっていうのはそれもう本当にもうお金ちょっと払ってよみたいな聞いてあげたんだからみたいな感じになるまあそういう先輩私の。 中にいいないですけども,もう今そういう人多いですけどもう昔の先輩はやっぱ絶対に自分よりも年下の人とか自分よりもあの仕事の中で後輩には絶対お金出させなかったですね。うん、ダンプさんもも本当にもう多分 すごい儲けてたと思いますけども、私たち八人とかいて、まあ全部が全部毎回来るわけじゃないけども、毎回あの出すの本当大変だったと思います。うん、うん、もう本当試合終わった後に試合が終わってああよかった今日も試合終わったと思ったらタクシー呼べっつって。だいたいあの関東 <laughs> 関東地方で試合があったときにはまあ埼玉とか神奈川千葉とかもですね、あのまあだいたい名イベントだから終わって 帰るんですけど帰るのがだいたい30分後ぐらいなんてんでかっていうとみんなでリング片付けをしなくちゃいけないんですね新人がリング片付けをしてえっと売店も片付けてそれでみんなで一緒にバスに乗って帰るっていうのがあのまあ普通の流れなんでダムさんの場合はその30分まで出ずにタクシー呼べってタクシー呼んでタクシーでお金払って新宿まで行って新宿日曜目で飲むっていうのがもう毎日の,あのルーティンだったんでそれにもいつも付き合わさせていただいてビニールかけさせていただいてあの飲むさせて。 いただきました。本当に。まあ、試合も怖かったですし、その後の、まあ、第2、第2試合ですよね。新宿での第2試合、こっちのビニールかける袋の方も、怖い、え、第2試合があったりとかして、まあ、ベスト2に怖い先輩はダンプ松本さんでした。